バルトブルク城はドイツのチューリンゲン州にある史跡である。ゲーテ街道沿いにあるアイゼナハ郊外の山上に位置する。1999年12月、ユネスコの世界遺産に登録された。漆黒の外見が特徴的である。古文書に初めて登場するのは1080年である。1067年、チューリンゲン伯、ルートヴィヒ・レア・シュプリンガーが狩りに行き、美しい森の中の山に達し、待て、山よ、汝我が城となれ。と叫んだことに由来するとされる。別の伝説では、ルートヴィヒは、ある時狩りに行き、獣を追ううちにある山に達した。家臣の到着を待っていたが、その山が気に入ったので、策を練って、自分の領地に組入れ城を建設した。家臣の到着を待ったので、待つ城と命名したというもの。フランクフルトアムマインからアイゼナハやエアフルトを経由して、ライプツィヒに通じる重要な街道を見下ろす、戦略的に重要な地に築かれた、この城の名のオートは、学問的には、プラッツ・フォンデムマンをスポット、周囲を監視できる場所と解釈されている。ザクセン・バイマール・アイゼナハ大公、カールス・アレクサンダーは、国民劇場前のゲーテシュラー記念碑等のモニュメントを建立するなど、バイマルの黄金時代の検証に努めたが、荒廃していたバルトブルク城の再建も行った。中世の伝説、バルトブルクの歌合戦の舞台となった。12世紀ドイツの芸術保護で著名なチューリンゲン伯伯ヘルマン一世の宮廷で歌合戦が催されたという設定になっている。後に13世紀に入って、バルトブルクの歌合戦の題で、強演的、論争的な歌がまとめられた。マネッセ写本の伝える歌合戦の挿絵には、ドイツ中世最大の叙情詩人、バルター・フォン・デア・フォーゲルバイデやその師匠ラインマル、デア・アルテのほか、叙事詩の大作、パルチバールを表した、ボルフラム・フォン・イェッシェンバッハそしてハインリッヒ・フォン、オフターリンゲンが歌を競い合った詩人として描かれている。リヒャルト・アーグナーは、バルトブルクの歌合戦の伝説をもとに、楽劇、タンホイザーを作曲している。1224、27年、チューリンゲン伯伯ルートヴィヒ4世とその妃、エリーザベトの治世中、この城において、しばしば、伯伯宮廷会議が催されたらしい。ボルムス帝国議会の後、マルティン・ルターが、ザクセン宣帝公、フリードリヒ3世の保護の元隠れ住み、聖書を翻訳した場所としても知られている。ルターが悪魔にインク瓶を投げつけたためにできたという伝説で有名なインクのシミが今でも残っている。ルターを尊敬していたゲーテは、バイマル公国の宰相となってからも、アイゼナハをたびたび訪れ、シャルロッテ・フォンシュタインには、城からの眺めの美しさを伝える手紙を認め、また、古城の絵を描いている。ナポレオン率いるフランス軍を相手にドイツ連合軍の勝利した解放戦争の後、イエナ大学で発足したブルシェンシャフト運動は瞬く間にドイツ各地へと広まっていき、その革新的な学生運動の盛り上がりの中、1817年10月18日にドイツ各地から約500名の学生がバルトブルクに集合して思想の自由と祖国解放という二重の意味を込めた祭典を催した。宗教改革300年祭とライプツィヒ戦勝4周年記念を合わせた祭りであった。このいわゆる火祭りで反ドイツ的書物と旧体制のシンボルたる弁髪灯が火に投じられた。バルトブルク城この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。